本日は那須町伊予野にある麺工房四季右衛門さんに来ました。築80年のこの古民家はご主人のおじい様が住まわれていた実家を改装して営んでるお蕎麦屋さんです。玄関も良い雰囲気ですね。ドリフのポスターもいい味出てます。しかも新井中さん時代のものですね。ブラウン管のテレビに黒電話、古風な落ち着いた店内に懐かしさを感じます。床の間の掛け軸もかっこいい。床柱にかもい、天袋と消えかけてゆく和風建築そのものですね。欄間も繊細で素敵な作りです。柱時計も懐かしい。注文したお蕎麦が来ました。ご主人様おすすめの超粗挽き蕎麦です。では一口。お蕎麦は噛めば噛むほど甘みが口の中に広がり、香ばしい香りが鼻に残ります。つゆは力強い辛めの正統派。四季右衛門さんには蕎麦の種類が7つあり、吟醸蕎麦、天井蕎麦、土田舎蕎麦、外市蕎麦、十割蕎麦、超粗挽き蕎麦、天神田舎蕎麦で、日替わりでこの中から3から4種類を用意しているそうです。本日は超粗挽きそば、吟醸そば、十割そばの3種類でした。この超粗挽きそばはそばの殻を剥いて二重目に引いたそばに中力粉10対2の割合で使用して打ったそばだそうです。香りがよく歯ごたえもあり、そば本来の旨味がよくわかります。ごちそうさまでした。だけど普段人よりたくさん食べる自分には少し物足りない、だからもう一枚追加しました。小鉢のきんぴら、ほっとするお味で美味しい。デザートはそば羊羹、甘さ控えめの素朴な味わいです。2枚目に選んだのは吟醸そばです。透き通るような白いおそば、まさしくさらしなのよう。喉越しも滑らかでスルスルっといただけます。四季右衛門さんでは天ぷらや酒のつまみは置いてありません。おそば以外はそばシフォンケーキやそばクッキー、生そば、生うどんのお持ち帰りもあります。その分おそばを堪能しましょう。ごちそうさまでした。お腹いっぱいです。いかがでしたか。築80年の古民家で味わう個性派のそば三昧。ご案内はずんだもんでした。また食べに来ますね。